疲れた時は塩分。どうもお疲れ様でございます。よろしく。はい。もう疲れちゃったんだね。食べていこうと思う。今持ってるのが、まるちゃんなんで、これが、あれですね。赤いキツネのやつですね。赤いキツネが、焼きうどんになった。焼きうどんかな？焼きうどんだったかな？まあ、焼きうどんだと思う。焼きうどん。キュートになったらしいです。で多分パートに分けてちょこちょこ食べてると思うんで、よろしくお願いします。何か言ってた、言ってないのに大丈夫だよ。あと飲み会してからね。何も歌ってないの？なんか歌ってた。歌ってないの？大丈夫。一回とかね。はい、大丈夫そうでした。ちょっとね、やばいわ。もう、記憶が消えてるんだよ。ついさっき食べてたことだってすぐ忘れちゃうのに、ね、やばいわ。深刻。知ってると思うんで、全国のあれだと思うから大丈夫だと思うんだけど、これどうかって言ってで、こっちがごつ盛り、まあいつものごつ盛り、いつもとかノーマルごつ盛りですね。
よし、食ってくわ。よし、まず焼きそば食う。焼きそば食うわ。あーやばい、ほんとさ、疲れた日ってどうしてる、みんな疲れてさ、なんかそう、なんか精神的に疲れた日とかみんなどうしてる、うさばらしっていうかさ、結構定期であるからさ、そういう特に何もなくてもストレス溜まるんだよね。やばいよね。何もなくてもストレス溜まるっていう。不安なんだよ。不安だから。先が不安な時ってみんなどうしてる？本当に。不安でしかない。するとこやった。危ない。ちょっと今のでちょっと体力使ったから、一回これでパートは切るわ。うん。幸先が不安すぎる。そうだよ、それさ。つきだよ。だよだよ。こっちを食べていこう。最近も。いやキュロン。うん。
のこれでも食ったら5つ目だ。俺大丈夫かな。今気づいたわ。ちょっと一旦怖いんで、ちょっと一旦止めて時間空けて食べたいと思います。うん、なんか考えてみたらしょっぱい俺食ってるなと思って。やばいよね、もうやばいよね多分ね。ちょっと不安だから一回間空けておく。ではまた。おはよう。こんにちは、スマスくんでございます。はい。赤いきつねを食べてました。食べて、食べ終わりました。イェーイ。あとは焼きそば攻略ということで、最後見守ってください。焼きそば攻略。猫が多かったね。なんだよ、切らなかったんだけど。ダメな。起きてばっかりそば食うとなんか、窒息しそうなんだけど、なんで。あー、ほんとにやばい。今日もなった。口に放り込みすぎなんかな。
様でした。後がけれますんでした。はいです。